はい。皆さん、こんにちは。めいめいチャンネルです。はい。ということで、今日は、えね、ちょっと外は雨降ってて、私はね、今日は夜勤前でございます。今日のね、えー、今日の晩から、またね、10時から仕事に行っていきたいと思います。はい。今日はね、これ何かと言いますと、まあ、机が映ってるんですけど、今日は、夏バテ防止のね、飲み物に一番おすすめっていうのをね、紹介していきたいと思います。 はい。それは何かお楽しみっていうことでね。はい。では、行ってみましょう。レッツゴーと <music> いうことで、メ名チャンネルです。こんにちは。はい。TikTok、YouTube、Instagram、えー、インキャス t i k t o k コメント、高評価、えー、チャンネル登録、フォロワー、 よろしくお願いいたします。そして、ツイッターもね、やってますんで、えー、ぜひ、皆、えー、さん、命名チャンネルで、えー、お調べして、えー、フォロワー、チャンネル登録ね、よろしくお願いいたします。はい、今日はね、えー、ここ最近、めちゃめちゃね、えー、暑くなってきてます。まあ、8月ね、今から8、9とね、えー、もっと暑くなってきますさ。もう下手したら36度、37度いってるとこもあると思います。はい、熱中症にもね、 えー、くれぐれも注意してください。そして、えー、8月31日まで緊急事態宣言が出ております。えー、皆様、不要不急の外出は、えー、控えていただき、えー、ね、マスク着用、消毒の徹底、よろしくお願いいたします。はい、もう絶対にそうです。でね、あと熱中症も 2, 2の次に怖いので、あ、あとワクチン接種とかもね、えー、皆さん、えー、極力、ご協力ね、 売っていただくように、ご協力よろしくお願いします。まあでもね、売っててもね、もう,う、映るときは映るんでね、もう自分の体は自分で守るということを、えー、しっかりと理解していただいて、よろしくお願いいたします。今日はね、顔出ししようかもなも思ったんですけど、まあまあまあ、いいかなと思いね。はい。あとね、水分、えー、話また戻ります、えー。すいません、話がバラバラで。はい、今日、あ今日はね、えー、熱中症対策ってことでね、 えー、水分をね、あまりに取らない方には、これがおすすめっていうことでね、えー、紹介していきたいと思います。まあ、でも、ね、味はね、はい、多分美味しくないと思います。多分知ってはる方はね、知ってると思うんですが、じゃんこれです。見えるかなはい。OS1。はい。これ、すごくおすすめでございます。えー、特にね、熱中症になってる人は、えー、この水分を取って、 味が美味しいと思ったら、思った人は、えー、脱水になりかけてるっていう症状だそうです。で、えー、これ、えー、この味がまずいっていう方は、きちんと水分取れてて、脱水になりかけてない方、えー、普通に正常な、え方だそうです。あのね、皆さん、水分取らない方、これ、ほんまに飲んでください。OS1。 これね、看護師とかもね、結構えい言てまして、結構ね、スーパーとかでも結構売ってると思います。ほんまに、補給には、水分を全然取らない方には、これがえそうです。私のね,ね、これをね、箱で一箱買ってきて、私の父親がね、えー、脱水になりかけて、これ飲んでめちゃめちゃ美味しいってガブガブ飲んで貼って、ああ、もう脱水やなっていうことでね、私の父親はね、お酒しか飲まないんで、 ちょっとね。これ一本ね、多分200円も1 200円ぐらいするんかな多分 OS1 なんで、多分ね、高いと思うんですよ、一本が。はい。あのー、多分箱で買ったら2000円は、2000円ぐらいはすると思います。3000円は多分いかないとは思うんですけども、はい。多分2 0 0 2000円ぐらいはすると思うんですけど、あ,あんまり水分取らん方、これをおすすめします。 はい。私のね、仕事場でも、えー、お年寄りとかもね、こういうのを飲んでおります。脱水になりかけてる方。はい。でもなんて、たらたらちょっと高いっていうのは、ちょっとネックですけども、あの、絶対に、熱中症、え、対策にはこれがいいです。でね、あの、水分は必ず人間にとってくださいね。えー、人間の体は半分以上はね、水分でできておりますんで、えー、皆様に、えー、これをね、 おすすめしたいなと思います。特に、ね、水分を取らん方はおすすめします。で、この夏でね、で、あと、しかもこのコロナでマスクなんか着用してね、やっぱり、あのー、ね、やっぱり熱中症になる方が多分多いと思うんで、えー、まあ、皆様にね、あの、健康で、えー、元気でいてほしいと思っておりますので、えー、これを今日の動画に上げさせていただきました。っていう動画でした。はい。それ以外は特に、えー、ね、 あのまあこんな感じでねはいこんな感じですまぁ、あ、一度ね買ってみてください皆様におすすめ動画ということでねえー、お知らせ動画みたいな感じでしたということで皆様えー、この辺でねえー、この動画撮影は終わりたいと思います皆様ありがとうございましたまた次回動画までお会いいたしましょうまたチャンネル登録フォロワーよろしくお願いいたしますではバイバーイ